株式会社コスモスイニシア代表取締役社長の高木義行でございます。本日は私より、全てのご説明をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。それではまず終わりました2017年3月期の決算概要についてご説明をさせていただきます。2017年3月期の業績の概要でございます。昨年5月に公表いたしました右側に記載の計画を上回り3期連続の増収営業増益を達成する実績となっております。当期純利益におきましては前期から減益となってございますが、資料の中で注釈の1として記載させていただいております通り16年3月期におきましては初めて向こう3カ年分の収益を予測し、税金の繰り越し資産を計上しております。そちらの反動から当期の純利益は減少というところでございます。計画値との実績の際につきまして、ポイントを右下の方に表記させていただいております。売上総利益が減少しておりますが、この中に今後に備えて減損処理を対応させていただきました金額が7億1100万円含まれてございます。お含み置きをいただければと存じます。こちらは報告セグメント別の売上の概要を割合を表示しております。従前の期よりもソリューション事業領域の売上の割合が増加してございます。詳細については後ほどご説明いたします。レジデンシャル事業セグメントにおける詳細を書かせていただいております。大変残念ながらこのセグメントにおきましては新築のマンション並びに一戸建ての売上が減少しておりまして、それを補うべく中古マンションの再生リノベーションマンション事業など伸ばしてまいりましたが、全体セグメントといたしましては減収減益となってございます。中ほどリノベーションマンションなどという業の下ほどにですね、中古マンションの買取リノベーション再販という事業ボリュームを書かせていただいておりますが、1年前よりも個数売上ともに大幅に増加しております。未契約完成在庫の数も1年前から大幅にマンションにおいては圧縮して販売が順調に進んでおります。今度はソリューション事業領域についてご説明いたします。増収増益のセグメントとなってございます。不動産サブリース事業、主にレジデンシャルの賃貸の管理が主流でございますが、メインでございますが、こちらは管理戸数が増加しておりますが、左下に中期で記させていただいております通り、17年3月期の決算より一部ビルの管理案件などで保証の家賃をオーナーの方にご提供していない案件につきましては当社がいただく手数料分をネットで売上を計上するという会計方法に変更しております関係より減収というふうになってございます。一棟の投資用不動産の販売のボリュームも増えてまいりまして、今回の決算には15棟売上高で110億円、こうした投資用不動産の販売を含んでございます。続きまして8ページで工事事業と、海外事業について、ご説明しております。いずれも当社の 100% 子会社で展開をしております事業でございますが、両事業ともに、増収増益の決算をできております。工事事業を行うコスモスモアにおきましては、オフィスの改修工事あるいは、賃貸住宅の建築など順調に受注売上増加いたしまして増収増益、オーストラリアのコスモスオーストラリアという子会社にて展開しておりますリゾート事業の運営事業でございますが、こちらも過去最高に近い収益利益を残すことができておりまして対前年では増収増益となってございます。なおこのオーストラリアでのリゾートホテル事業につきましては現在売却活動を継続しておりまして中期経営計画で発表の通り撤退の方針でございます。
9ページご覧ください。貸借対照表でございます。前期末と比べまして、80億円弱総資産が増加して1100億円強、棚卸資産と借入金も増加しておりますが、自己資本比率はやっと 20% を超える水準まで回復しておりまして、ネット D レシオについては 1.8 倍という期末の状況でございました。棚卸資産の内訳についてその下に表記させていただいております。なおこちらの数字は、売上相当額を記載させていただいておりますので、ご認識をお願いいたします。始まりました2018年3月期の業績見通しについて、お示ししております。連続の増収増益を目指しまして、売上高980億円、営業利益44億円、経常利益39億円、当期利益33億円を見込んでございます。こうした業績予測を鑑みまして、来今期末の18年3月期末の期末配当を前年の1株当たり7円から9円に増配するということも予定も発表させていただいております。次の11ページに18年3月期のセグメントごとの業績予測でございます。詳細については次のページ以降でご説明いたしますが、レジデンシャル事業におきましては再度減収減益を見込み、海外事業におきましてはご説明済みのリゾートオーストラリア事業からの撤退を見込んだ減収減益、それをソリューション事業の増収増益でカバーするというような形で全体連結といたしましては増収増益を目指してまいりますという見通しでございます。12ページをご覧ください。レジデンシャル事業セグメントにおける売上高の内訳などを表示してございます。新築マンション新築一戸建てにつきましても再度売上ボリュームが減少する見通しとさせていただいております。リニューアルマンションなどの中古マンションの買取の再販における事業におきましても前期に在庫の入れ替えを含めた販売促進強化いたしましたので、今期はそうした活動を見込んでおらないことから一旦減収となります。続きまして13ページでソリューション事業の売上高内訳でございます。サブリース不動産サブリース事業では増収を予測しております。投資用不動産の販売も再度大幅増収というところで210億円を上回る1棟の投資用販売の売り上げを見込んでおります。この中には2棟ホテル案件の販売の見込みも入ってございます。14ページと15ページにつきましてはすでに公表済みの現状の中期経営計画2018の基本方針と連結売上営業利益の推移記載させていただいております。昨年5月に発表時の、事業環境認識と、それらを受けた基本戦略、大きなところの変更は必要ないと考えておりますので、こうした方針をさらに推進して参りたいと考えております。終わりました第1期目となる2016年度も計画を超えた達成をできておりまして、3カ年最終年度の2018年度に目標として掲げております連結売上高1050億営業利益50億に向けて順調な推移をしてございます。以上をもちまして2017年3月期の決算の概要についての説明を終了させていただきます。